にちは皆さん。今日台北で防空演習というのがあって、1時30分から2時にサイレンが鳴って、それ鳴った防空サイレンです。防空サイレンで、これ30分間外に出れなくなるんですよ。本当かなと思って、今サイレンが鳴りました。外に出てる人がどんどん中に入ろう、中に入ってますね。もう近くの場所のどこにでもいいので中に入らなくちゃいけなくて、でもどうなんですかね、みんな中に入ってます。これが防空演習です。台湾で年に一度だけ行われるんですけど、あれでもあの人たち結構ゆっくり外歩いてる。まあでもいきなり中に入れって言われても場所がないですよね、そんな。さて、あの2人以外は見ないですね。みんな出れないので、その警察が多分ピピってさっきから吹いてるんですけど、中に入ってくださいっていうことやってます。年に一度だけ防空演習というのがあって、まあ緊急事態になった時などにこう管理が、みんなの管理をするためのものですね。今1時59分です。あと1分でこのまたサイレンが鳴ってみんな外に出れるようになると思います。サイレン鳴りましたね。お、バイク動き出しました。30分の、警備時間、警備っていうか訓練が終わりました。車動き出しました。多分たくさん来ると思います。すごい、30分、止まっていた車、バイクが動き出しました。この30分はすごい空気が綺麗だった気もします。バイク、バス、車系が動き出しましたね。あ、学生も多分ご飯食べた後出てきました。すごい、一気に出てきました。いや、みんな30分どうやって時間潰したんでしょう。僕はYouTube の動画編集したりしてたんですけど、一気に変わりますね。普段の台北になりました。